はいどうもバイス TV です。バイス散歩、今回は野方を散策してみたいと思います。正直言ってもうちょっと詳しいところをやった方がいい気はするんですけども、野方って実は人生でもね、まあ、通り過ぎることはあっても野方に行くってことが人生で多分ほんと10回もあるかなぐらいな、そんな場所なんですけども、まあ、久しぶりにね野方行ってみて、なんかいい店とかできてるかなと、いろいろ散策してみようかなと思います。あと駐輪場ハットバイク止められるかなとはね。果たして野方、私の中でね住んでみたい東京23区の中で住んでみたい街、何位ぐらいにランキングしてくるんでしょうか。話によると結構ね治安も良くて、商店街もあって割と住んでみたい住みたい街に入るらしいんですけども、僕の中でねなんかあんまそそらないんですよ。そうなんで今ねこれ実は環七の一つ二つ内側の道走ってるんですけども、環七やっぱね野方のあたりってまっすぐ行けなくて走りづらいんですよ。なんでねちょっと内側の道走ってます。野方というと本当に5軒ぐらいかな、よく知ってる店、本当そんななんですよ。あ、ここじゃない、ちなみにここは南蔵院通りという通りです。ここになんか立派なイタリアンラ・ベントゥーラっていう店がありました。なかなか立派ですね。意外と住みやすいらしいんですけども、どうなんでしょう。野方っていうとやっぱりホープ、野方ホープね、ラーメン屋有名ですよね。とかあと僕の場合はですねやっぱ居酒屋好きなんで秋元屋ですね。野方に何度か行ったことあるっていうのは秋元屋に行ったことがあるってだけなんですよ。あとは野方餃子とかね、まあ、いくつか知ってる店あるんですけどもほぼほぼ知らないのでね、今日は実際どんな感じなのかっていうのを結構初見に近い形でリアクションしていきたいと思います。逆走すんなっつうの。今環七側に向かっております。ちなみに野方ホープってあの僕結構好きでね、まあ、何度か行ったことあるんですけども、皆さんご存知ですか。東京以外にはないのかな、ちょっと分かんないけど、野方ホープなんか僕の中では結構タクシー運転手さんが食べてるイメージですね。本当に中野区なんですけど、僕は中野はもう本当に死ぬほど行ってるんですけど、本当に野方はね知らないんですよ。ちょっと楽しみです。さあ環七通りがもう少しなんですが、はい、知ってる店一つここでご紹介しましょう。こちらですね、野方餃子っていう餃子屋さんです。とっても美しい餃子で、僕はね実は餃子めちゃくちゃ好きでいろんな餃子屋行くんですけども、そう、新しい餃子を開拓している中で見つけた餃子屋さんです。駅から少し遠くてね、ちょっと北の方にだいぶ歩くんですけども、なかなか美しくてね美味しいですよ。この北原通りを押して歩きましょうか。あ、ということで商店街に入りましたが、確かにあれですね、生活はしやすそうな感じがありますよね。そう、野方といえばさっきの野方餃子と、なんといってもやっぱ秋元屋ですね。ただ秋元屋までね最近行かなくなっちゃって、なぜかっていうと秋元屋で修行した人が結構お店やってたりして、そこがねいい店いっぱいあって、はい、環七に出ました。そうなので、わざわざ秋元屋に行かなくても、例えば江古田だとこの前も話したかもですけど木村だったりとか、あと僕のおすすめは椎名町の山ちゃんっていうお店があるんですけども、焼き豚屋さんですね。そこも山ちゃんなんかもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。あそこの特徴としてはね、まあ、焼き豚で塩加減とかも素晴らしいんですけども、肉巻きえのきとかね、肉巻きトマトとか
焼き物以外もね、らっきょうとか煮込みとか、ね、まあそれなりにあって安く飲めるということでかなり行ってます。秋元屋はね、そんなに何度も行ったことないんですけども、秋元屋で修行したであろう人のお店は結構何度も行ったことがあります。さあ、そしてね、ここ環七ですけど、ありましたね、ホープ軒。野方といえばね、野方ホープって多分皆さん野方ホープってラーメン屋見かけたことあると思うんですけども、これが本店なんですかね、ちょっとわかんないですけど、多分これが本店なんじゃないですか。ちなみに私はこの店舗で食べたことありません。で、野方っていうのは結構この環七沿いなんですよ。なので自転車で通り抜けたりするのがすごく不便なんですよ。少しね、南側に向かってるんですけど、こういう風にね、電車が通ってたりするんでね、すごい不便です。で、商店街歩きたかったんですけど、人が多くてちょっとね、後でぼかしたりするのも大変なので、一旦環七を走って、手押ししながら駅方面に行きたいと思います。この辺住んでてもパッと渡れないでしょ。これが面倒くささの理由でもあるんですね。あと高円寺行くときともそうなんですけども、僕の場合環七よりもね、内側なかなかこういう渡りづらいっていうのは面倒くさいんですよね。さあ、駅の方に来ましたけども、で、野方っていうのはね、あそこ踏切もあるんですけども、こっちから行けんのかな。あ、野方駅ですね。あ、ここ行けないんですね。踏切からしか行けないっぽいですね。なんか雰囲気良くないね。めちゃくちゃ雰囲気悪いですね。前相模大野だったかな、ちょっとね、おばさんのあの葬式でね、行った時にやっぱ駅前こういう感じだったんですよ。まあ田舎とは言わないけど、なんかね、こういう感じ、戦争反対とかこういうのをね、大々的にやっている駅っていうのはね、僕はすごい苦手ですね。で、居酒屋的にはやっぱ下屋とか、なんかこれだっていうのはやっぱないですね。やっぱこの秋元屋ぐらいですね。この辺にはお好み焼き屋さんとかもあります。こっちは何かあんのかな。また環七に出てくるといった感じですね。こういうとこからね、渡ることもできるんですね。で、僕のイメージなんですけども、なんかこの理髪野方店とか、まあ、野方っていう地名を結構つけがちかなっていう、そんなイメージがあります。さあ、野方本町通り、なんか面白そうな店あるかな。千代田寿司でしょ。あ、中野駅行きのバスが出てるんですね。これは結構便利じゃないですか。
僕自身いつもほらお酒飲みに来るだけなんでタクシー乗っちゃうんですよ。ワンパイアとかもありますね。これは池袋にもあるね。てかあちこちにあるよね。やっぱ相変わらずあんまピンとこないっちゃピンとこないよね。はい、でここがあのこの辺の店前入ったことあるな。あのこれまたね別の商店街なんですけども、ちょっとねシャッター通りっぽいですね。ここいつもシャッター通りっぽいんだよな。何があったんでしょうか。ちょっと古い喫茶店があったりして、あーすっごい空いてるけど、野方ベース、ね、野方って名前つけがちでしょ店名とかに。あ、もう何にもなさそうですね。これは企画倒れになってしまうのか。ちょっとせっかくなんでハットバイク止められそうな駐輪場があるのかっていうのをちょっとね調べて行ってみたいと思います。ここなんだろう、このでかい土地。なんかすごい広い土地なんですけど分かんなかったっす。家かな。すごい立派な建物がある風です。ちょっとよく見えないけど、政治家の家みたいだっていうのがあると。なるほど、意外とないですね。なんか規模的にはなんだろう、東長崎とか、まあ、もうちょっとでかいかな。ほとんどなんかあんまピンとこないですね。最低限はあるんですけど、ちょっと今ね裏路地入ってみました。ここか、さっき走ったところだ。まあまあちょいちょい渋い店ありますけど、こんなもんなのか。焼肉レストラン三宝園、もうちょっとなんかないのかな。秋元屋を超えるようなものはなさそうですね。商店街が何本かありますけどね。ね、神奈川の外側にはちょっとパッと見パッと止められそうな駐輪場なさそうですね。ちょっと分かんなかったです。でここいっぱい止めてるんですけど、ここはなんか登録制らしいです。で神奈川の内側をね適当に散策して終わりたいと思います。ちょっと今回不発でしたね。あの野方詳しい方、もしくは野方在住の方とかでね、ふざけんなと、いろいろいい店とかいっぱいあるんだよという方、ぜひコメントください。
正直僕には見つけられなかったです。こんなの内側はもう速攻で何にもないですね。スタジオノアだ。焼肉市場野方亭。庄屋とかね、なんかピンとこないな。まあこんなこともあるでしょう。はい、野方残念ながらですね、私、外出的にはですねピンとくる店ほとんどなかったです。まあ元々知っている秋元屋さん、それと、まあ、野方ホープはまあ置いといても、あと野方餃子、そのぐらいなんですかね。やっぱね、高円寺とか中野とかに比べるとだいぶちょっと微妙な感じがしてしまったんですけども、ちょっとね、これいつかリベンジできるようにもう少し調べておきます。はい、今日ちょっとね、急遽思いつきで撮ってるんで、もう今これからね、また家帰ってから出かけなきゃいけないんで、今日このぐらいにしますけども、だいたい野方こんな感じなんだなって、今日のところはね、わかりました。まあ、これがまたリアルなところだと思います。これはあの、外出散歩、散策なので、必ずしも僕がね、いろいろおすすめを紹介するだけではないのでね、まあ、散策っていう要素があるんで、まあ、面白いの見つかればよかったなと思ったんですけども、まあ、今日のところはこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと動画としては、ね、かなりクオリティが低いんですが、これも生の声ということで今回終わりたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。